はい、こんばんは、養老です。私40歳からフットサルを始めた未経験者で初心者だった私の経験をもとに、何かそういった同じ境遇の方にお伝えできることがあればと思い、いつも動画を作らせていただいております。まあ、そんな動画なんで、もしよかったら温かい目で見ていただいたり、アドバイス、ご指摘いただけると嬉しく思います。よろしくお願いします。で、ちょっと今日はいつもと違う感じの普通の感じで動画を撮らせていただいてるんですけれども、なんと驚きのあのドリブルデザイナー岡部さんからコメントが返ってきました。ということで、もう嬉しさのあまりこの動画を今撮らせていただいてる次第でございます。まあといっても、私の作った動画にコメントをいただいたわけではなくて、岡部さんの動画に自分がコメントしたことに対しての返事が返ってきたということなので、まあちょっとその辺ニュアンスがちゃうんですけど、それでもやっぱり嬉しい。6年前か7年前に初めて岡部さんの動画、まあ、自分がまだ右も左も分からず、どうやったら上手になるかななんていうところで YouTube の動画を探していた時に、岡部さんのドリブルのテクニックなんていうのを見て、驚きの連続だったのを覚えております。まあそんな中ね、ずっと岡部さんの動画追いかけてるわけですけれども、そんな中で、天下無双、今日からできる最強ダブルタッチ、あなたをドリブルデザインという動画があったので、それに対してちょっとコメントをさせていただきました。それが私からは、今日からはできない、苦笑いみたいなコメントを出したわけです。悪い意味じゃなくて、単純に今日からすぐにはできないよっていうところのニュアンスで私はコメントさせていただいたんですけれども、返事として返ってきたのが、まずは心からですね、一日本気でやり続けてみてくださいという返事が返ってきました。本当にありがとうございます。という返事だったんですけど、残念ながら、やっぱりね、ちょっと環境っていうところの部分で、やっぱり岡部さんの中の、どう言ったんだろう。岡部さんの知っている、把握できる、その環境でプレイをしていない私たち。例えば、年齢も40歳を超えている。当然、仕事もある。家庭もある。子供もいる、もろもろ、というところで、やっぱり時間も限られている。まあ、それはね、当然、時間を割いて、いろんなものを犠牲にして、フットサルの練習に時間を費やせれば一番いいんですけど、現実、やっぱりそういうのはちょっと厳しい。私も毎週2時間、幹事をしているということもあって、私が行かないとみんなが迷惑するので、必ず毎週木曜日、家族にはちゃんと伝えて行くようにしていますし、2時間プレイできるようにしています。で、プラス日曜日の夕方には、まあ、リフティングだったり、ボールタッチの練習っていうのを1時間ぐらいかな、は続けています。で、なんでそれを続けているかっていうと、岡部さんのおっしゃっている、まずは心からっていうところ、一日やり続けることの大事さ、努力は裏切らないっていうニュアンスなんだと思うんですけど、私も経験上、まあ、ちょっと違う趣味のラジコンをずっとやっていて、でそれも多分フットサル以上に真剣に取り組んで、地道な練習必死でやりました。昼休み、仕事の合間を全てラジコンの練習に使ったり、夕方帰ってきたらまず少しはラジコンで、ご飯を食べてラジコンの整備っていう生活を続けてきたので、結果そこそこ上手になったと思います。なので、努力をすること、練習を続けること、継続することの大事さっていうのは重々知ってるんですけど、やっぱりね、例えばなんですけれども、ドリブルで敵を抜く
っていう目標を持つのはいいんですが、そればかりに、執着してしまうと、私たちのようなプレイヤーは、年齢的に残りあとどれぐらいプレイできるかっていうのを考えると、なかなかねそこばっかり練習するっていうわけにもいかないと思うんです。やっぱり試合中ね、試合中パスだったりシュートだったり、あとはポジショニングだったり、やることがいっぱいある中でドリブルだけに執着して練習するっていう時間もない。だからどうしたらいいんだっていうところを、私が自分なり経験してきたことを、こうやって動画にしていけたらいいなと思っております。同じような多分境遇でプレーされている方には、あ、なんとなく分かっていただけるんじゃないかなと思います。幼少期のそのゴールデンエイジ、マッスルメモリーみたいなものが全くない私たちが、いきなり40歳になってからフットサルを始めて経験者の人たちと一緒にプレーするっていうことが、どういうことなのか、どれぐらい難しいことなのかっていうのが、伝えられればいいなっていうのもありますし、だからといってネガティブに考えずに、やっぱりある程度意識を持ってできることをやる、練習を続けることによって、また何かその先、そのもう一歩先に進めるんじゃないかなとは思います。ちょっとね、何言ってるのかわからないんですけど、なんで私がこうやって動画を作っているのかっていうのが少しでも皆さんに伝わればいいかなと思って、この動画を作らせていただきました。なかなか難しいんですけども、これからも頑張っていきたいと思いますので、もしよかったら、動画見ていただけると嬉しく思います。それではまたお会いしましょう。養老でした。ありがとうございます。頑張ります。岡部さん、ありがとう。Why?